皆さんこんにちは、はい、こんにちは、こんにちは。またおしか観光さんに、ね、はい、突然やってきました、はい、社長報告があります。はい、はい、社長から預かりました、はい、30周年記念のおしか観光さんの記念事業で、はい、はい、残念ながら去年お亡くなりになってしまった、はい、鈴鹿恵子さんが、はい、たっぷりとお芝居をしてくれている、はい、ビデオを私預かりました。はい、はい、ほんでこのビデオ機械は、はい、皆さんもう家でね、うん、はい、うまく動かなくなっちゃってる人も多いかと思うので、はい、はい、なんとかデジタルっていうのに変えて、はい、スマートフォンで見れるようにできたらば、はい、今の子供たちなんかもね、はい、見てほしいし、はい、それから年配の方も、うん、あ懐かしいなやって、はい、ね、見てもらえたらばね、うんうん、喜んでもらえるんじゃないかなと、はい、はい、それでデジタルうまくいきましたから、はい、はい、8個の演目が入ってます、はい、昔話お話ですね、はい、鈴鹿恵子さんは NHK の朝ドラのヒロインやってからね、はい、ね、もう太陽にほえろから大岡越前から大活躍した後、はい、こういう民話の普及を頑張ったんですね、うん、そうです、はい、うんうん、それで、うん、ちょっと調べたら、うん、文化庁の表彰を受けてますね、うん、この方言の語りで、うん、そうです、石巻弁でね、石巻弁の舞台を一人でこう演じるという、はい、すごくね、評価も受けて、はい、いらっしゃった。でも去年です、残念ながら67歳、はい、若くしてね、はい、お亡くなりになってしまったということを、はい、本当にもう惜しい人なくしたと、うん、そうですね、石巻の宝もなくしました、うん、ね、昭和の大女優ですよ、うん、そうですね、はい、ということで、うん、これからの時代の人にも、はい、やっぱり見てほしい、うんうん、知ってほしいということで、うん、はい、全部で8話のお話がありますけども、うん、1話ずつ、はい、15分ぐらいのね、はい、舞台の風景です、はい、うん、これは懐かしの映像になりますから、はいはい、学校とかで見てもらっても面白そうですよね。ああ、勉強になりますよ、はい、はい、うん、本当、鹿観光さんこの30周年前記念事業は、うん、今から20年、22、23年前に、はい、大規模な記念事業ですね、うん、はいはい、はい、ですからね、それを今あら懐かしいって見てくれる、うん、年配の方もいらっしゃると思いますし、はい、まるっきり方言わかんないよ今の若い子、はいはい、小学生なんかもね、はい、見たら面白いと思うよと、はい、ということで、天国の、恵子さん、はい皆さんにもう一度見てもらうことね、はい、喜んでくれるんじゃないかなと思いまして、はい、そうですね、はい、後藤君いいこと言いました、はい、きっと、ね、みんなね、石巻元気でねっていうふうに恵子さんがね、うん、守ってくれてると思いますから、はいはい、みんなでこの懐かしい、はい、お芝居を、はいはい、見てみてください、うん、こういうのね、うん、何年も使ってなかったテープ、はい、やっぱり埃とね、湿気で、うん、カビがこうなってたんですよ、うん、でそれをちょっとね、専門業者が全部消毒して、うんうん、きれいに しました。なるほどなるほどね、うん、それで業務用のテレビ局でこう回すようなやつで、うん、きちんとデジタルで読み取ったので、うん、すごく鮮明にきれいにお顔も見えるし、はい、声も綺麗に撮れてます、うん、はい、石巻の市民と、あともちろんあと今の子供たち、はい、それを伝承して、そして確かこれを私は300本をね、はい、鈴鹿恵子さんがお借りになって、各小学校さんも子供とばらまいたっていうのがプレゼント、うん、プレゼントしましたね、したよ、うん、はい、そうすると天国でこの鈴鹿恵子さんはお喜びになっていると、そうなんです、そう思います。今のこの令和の時代に、はい、皆さんがもう一度鈴鹿恵子さんのお顔を見てもらうこと、うんうん、きっとね喜んで、うん、まあ見てくれているんじゃないかなって
思いますので、はい。はい。これからも皆さんで石巻の話題をしていく題材になるんじゃないかなと思います。はい。はい。東京で離れて暮らしている石巻出身の方。はい。ね。YouTube だったらばいつでも見れるんで。はい。はい。じゃあよろしく皆さんお願いいたします。はい。それでは、はい。第1話から第8話までありますので、はい、ね。これね。YouTube だと好きなのポチポチと選んでね。見えかな、はい、はい。はい。はい。それでは、皆さんこれから、ぜひ見てください。はい。よろしくお願いします。はい、よろしく。やっと着いたって感じだな。あ、仙台からが長いのよね。おまけに最近は仙台駅が始発じゃないせいでもう電車の中ずっと立ってきちゃいました。あ、すっかり疲れた。あ、ん？魚の匂いかな。この匂いが石巻なんだよね。私はこの匂いで育ったせいかほっとするんだよな。あ、でもこの間帰ってきた時はパルプの匂いだった。ちっちゃい時は分かんなかったけど、こうやって久しぶりに帰ってきたりするとよく分かるんですよね。この町はいろんな匂いがするのがこの町の持ち味かな。さてと、あれ、あんなところにお出迎えかな。や、久しぶり、元気にしてた？サイボーグ009くん、お出迎えご苦労。でも漫画の主人公がお出迎えなんて夢があってとっても楽しいですよね。私は石巻に帰ってくるたんびによく日和山に登るんです。ばあちゃんがよく石巻は海あり山あり川ありの日本一いいところだって自慢してた風景が見たくって、子供の頃おばあちゃんに手を引かれてずいぶん遠くまで歩いてようやく登ったって気がしてたんですけど、なんと今はたったの7分で着いちまいました。標高56メーターですって。知ってました？山について深呼吸をしながら辺りを見渡すと、海の向こうに田代島や阿知島が見えたりして、見下ろせば北上川の流れと懐かしい街並みが目に飛び込んできて、あー、やっと帰ってきたなって実感がするんです。私は帰ってくるたんびに羽黒山や日和山の階段を駆け上がりながら学生時代の部活を思い出してみたりして、まあ役者という仕事柄体は鍛えてはいるんですが、日和山の階段なんてそう思って油断してるとすぐ体がなまっちゃうんです。なまりといえば強引になまりの話に持ってっちゃいますけど、体じゃなくて奥になまり。東京に行ってね、最初の頃なんですけど、私は宮城の言葉にとってもコンプレックスを持っていて、標準語をしゃべることで東京の人になったような気がしていました。だからよく「あなたいいわね、ふるさとがあって」なんて言われると「あら、あなた田舎もんね」っ
って言われてるみたいで、なんだか。まあその頃の私はふるさとを重荷に感じてたのかもしれませんね。ばあちゃんが昔よく言ってた嘘つきは役者の始まりっていうのは、ばあちゃんの勘違いだったんでしょうけど、まあ思った通りというか予想した通りというか、おかげさまで私は今役者というものになっています。ご存知かとは思いますが、役者に訛があってはうまくないわけで直されるんです。そんなこともあって必死で標準語になれようとしていました。そしてもう大丈夫、どこから見ても東京の人って自信も出始めたところがですよ、なんと私は熊本弁でデビューをしたんです。今でも九州の人かと思ってましたっていう人がいるぐらいですから、言葉の持つイメージっていうのは本当に強いですよね。そのデビューの頃、もう半年どちらかにずれていたら、半年前が雲の絨毯で秋田弁でしょ、半年後が一番星の山形弁、おまけに裏番組はお隣の塩釜が舞台の魚ちゃんだったんです。得意の東北弁を喋れたのになんて思っていました。今も言いましたけど、私の火の国には熊本弁です。そんやこと半ばい、何ば言っとっとね、これは標準語で言えば、そんなことないわよ、何言ってるのだな、なんて頭の中で翻訳しながら喋ろうとします。そうするとダメ、取り直し NG なんです。ハートが伝わらないうんぬん。そのうちあっと気がつきました。田舎の言葉なんだから、そんなことねえでば何言ってんのみたいなニュアンスかな。そうしたらうまくいくようになったんです。ですからね、例えば一つのお話をいろいろな方言で喋ってみますから、ちょっと聞いてみてください。わしゃ猫ばい、なあはまだなか、どぎゃんして生まれたかちっともわからん、バテが薄暗かとこか、じとじとしたとこでギャンギャン泣いとったことは覚えがあっとばい。我が輩は猫である、名前はまだない、どこで生まれたかとんと見当がつかん、なんでも薄暗いじめじめしたところでみゃーみゃー泣いていたことだけは記憶している。おら猫でがす、なめえはめだまだねえのっしゃ、どこで生まれたんだかはっぱしわがね、なんでも薄暮れじめじめとしたどこでみゃーみゃー泣いてたことだけは覚えてんだね。言葉っていろいろな表情を持ってるでしょ。借り物の標準語にこだわらず、その方言の持つエッセンスを大切にして役作りをしていく面白さってあるんです。役作りといえば、今でもセリフ覚えに追われて夜なかなか寝つけないことがあります。特に明日は早朝ロケなんだから早く眠んなきゃっていう時に限って眠れない。そんな時です。ビッキがぼっちゃん、ビッキがぼっちゃん、ばあちゃんのぼっちゃん聞こえてくるんです。そうすると知らないうちにスーッと眠っちゃってる。そっか、ふるさとというのはそういうことなんだ。人によってイメージは懐かしい風景だったり、幼馴染のジロちゃんだったり、人それぞれ様々だとは思うんですけれど、私の場合はばあちゃんの声、ふるさとの昔語りだったんです。そのばあちゃんも私に語りを語ってくれる時には随分苦労もあったようですよ。まずな、俺たちが気が去ってきた言葉で喋れば、鈴子は十分の一もわかんねえから、そいつばわかりやすく直してからでねえとわかんねえんだ。外国語の翻訳みでなもんだな。あ、そのわかりやすくした言葉を鈴子は毎日聞かさって偶然に、鈴子の深層意識にこの昔語りがすり込まれてったってわけだ。
あ、ババアのくせにずいぶん難しい言葉知っててが、バカにすんでねえぞ。そもそもな、語り部っつうのはその頃の物知りだ。今でいう文化人、知識人みてえなもんだからな、それぐらいのこと言えんのは当たり前だなんてことはばあちゃんが言うわけもないんですけれども、とにかくたくさんの昔語りを語ってくれました。あのばあちゃんの刷り込みのおかげで私もこうして昔語りができるようになったわけです。ところでこの昔語りをライフワークにしている私がそれにこだわって耳を澄まして聞いてみると、なんとちゃんと今私が住んでいる東京の大田区というところにもその言葉の響きっていうのがあるんですよ。標準語とはちょっとだけ違う響き。例えば八百屋の店先だとか、小さな町工場がひしめき合っている路地の奥から聞こえる言葉の響きっていうのが、夏の朝なんかぶらっと散歩に出かけるとかすかに潮の匂いが空気に混じってたりするんです。そう、言葉の響きも空気の匂いもそこに住んでみなきゃわからない懐かしい響きが東京という大都会にもあるんです。そんな中で私も東京のふるさとの話を見つけました。ばあちゃん聞こえっか、むがすむがすってばあちゃんに語ってもらったように、今度は私が東京のふるさとの話ば聞かせてやっからな。羽田はよ、将軍様のおかげで魚を取ることができるんだ。梅の父ちゃんは始終そう言って海に出かけた。梅の父ちゃんは羽田の漁師だった。江戸の海でお咎めなしで魚取れんのはよ、この羽田の漁師だけなんだ。そのかしよ、将軍様のお食べになる魚を取ったり、米や材木を船で運んだりしなきゃなんねえ苦労もあるけどよ。梅はそんな父ちゃんが自慢でなんなかった。さつき晴れのある日、その将軍様から厄介なお触れが出て村中大騒ぎになった。大変だ大変だ、国中の殿様集めてよ、祝い事をするんだとよ。そんでよ、生きた鯛を5000匹、5000匹だぞ、豪気なもんじゃねえかい。はあ、それをな、来年の4月までに献上するんだとよ。漁師たちは続々と梅の家に集まり、
口々に言った。生きた鯛5000匹だ。わあ、気が遠くなるような話じゃねえか。ああ、それもよ、色や形まで同じ鯛を5000匹だぞ。集めなきゃあんめえ。よし、集めてもよ、来年の4月までどうやって生かしておくんだい。生けすこしらえて生かしとけいいんじゃねえかい。バカ野郎、羽田の海はよ、多摩川の水で塩が薄いんだ。いけすこしれたって鯛は生きちゃいめえさ。話は夜遅くまで続いた。将軍様の命令なんだ。魚を取ることができなきゃこの海で釣りをすることできねえんだ。命かけても鯛5000匹を集めないといけねえんだ。父ちゃんの声がビンビン響いた。将軍様の命令とあればいつでもどこんでも魚を出さなきゃならなかった。いや、船を出さなきゃならなかった。やがて父ちゃんたちは日が落ちっと毎日毎日海に出かけてった。けど魚は一匹も取ってこなかった。父ちゃん毎日出かけてってもちっとも魚取ってこねえな。何してんだろう。あのな、あのな、とっちゃんはよ、麹屋の海で乗りこさえてんだぞ。そばで聞いてた母ちゃんが血相変えて怒鳴った。これ、そんなこと口にすんもんじゃねえ。大変だ大変だい。ある日村中の反証が鳴り響いた。漁師たちは浜に走った。梅も弟の手を敷いて浜に走った。漁師たちは船に飛び乗り生けすのある海へ向かった。麹屋の百姓たちが生けすをぶっ壊しにかかってるという。何すんだこの野郎、生けす壊すんじゃねえや。てめえなことな、勝手な真似すんじゃねえや。何よそれ、ぶっ壊しちまえ、やっちまえやっちまえ。生けすを守る羽田の漁師、ぶっ壊そうとする麹屋の百姓、将軍様のな、鯛の生けすこせんのがなぜいけねえんだ。鯛5000匹にはな、羽田の漁師の命がかかってんだい。工事屋だってな、将軍様の海苔こさえてんだい。海の真ん中にこんなもんこさえやがって、海苔がみんな死んじまうじゃないか。海の上で幾日も幾日も争いが続いた。しめいには怪我するもんまで出始めた。生けすは1年限りとする。奉行所の取り決めで羽田の漁師は生けすを作ることができた。そりゃもうでっけえでっけえ生けすをこさえた。へえ、ざまみろい、これなら5000が1万でもびっくりしねえや。ああ、大したもんだ、本当にこさえちまったな。ようやく生けすができて鯛釣りが始まった。江戸七浦の漁師たちも羽田の漁師に手を貸した。けど鯛はさっぱり釣れねえ。生けすこさえたのはいいけどよ、ちっとも釣れねえや。ああ、魚がまるっきりいやしねえんだ、どうすりゃいい。漁師たちの悲痛な叫びが聞こえた。千葉の沖まで船を出した。小舟は肩寄せ合って沖で夜を過ごした。それでも釣れんのは雑魚ばかり。鯛はちっとも釣れなかった。留守を守ってた梅の母ちゃんが、こりゃクラゲ祭りでもしなきゃ鯛5000匹は集めらんねえ。そばで聞いていた梅は次の日村の子供たちを集めた。ねえねえ、聞いておくれよ。ねえ、あたいたちだけでクラゲ祭りしようよ。そうだ、クラゲ祭りだクラゲ祭りだ。そうして子供たちだけのクラゲ祭りが始まった。100個のお餅の代わりに100個の小石を集め、小石にはお経を書く代わりにいろはにほへとと書いた。そして、鯛がたくさん取れますように神様お願いします。子供たちは手を合わせて小石を海に投げ始めた。それを見ていた母ちゃんたちまで浜にやってきて、あたいたちもお祭りしないと子供たちに笑われちまうよ。それ大量になっておくれよ。子供たちのクラゲ祭りは幾日も幾日も続いたんだ。
やがて船は大漁旗をなびかせて帰ってくるようになった。梅屋タラボヤありがとうよ。おめえたちのおかげで鯛が取れるようになったぞ。あたいたちも将軍様のお役に立ったんだね。ああ立ったとも、おめえたちのおかげだ。久しぶりに父ちゃんのひげ面に笑顔が戻り、そして威勢よく叫んだ。さあみんな行くぞ。父ちゃんはまた漁師たちの先頭に立って働き、毎日毎日漁に出たけど、5000匹にはまだまだ遠かった。やがて冬がやってきた。出がけに父ちゃんがつぶやいた。今日は西風が吹くかもしれねえ。そばで母ちゃんは心配そうに、西風の吹く海で魚とんなって言うじゃねえか。なあ漁に出んのはよしなよ。そういうわけにはいかねえ。春はもうすぐだ。それまでに何としても生きた鯛5000匹を差し出さねえと俺の首がぶっ飛ぶんだ。波が怖えの風が怖えのって言ってられっかい。母ちゃんが止めるのも聞かず、父ちゃんは海に出た。冬の西風は恐ろしい。風が吹く前に波が立つ。漁師の言葉でウサギが走る。気象予報士の森田さん、木原さんでしたらば、前線の通過に伴う突風とでも申すところであります。それまで穏やかだった海に2つ3つ白い波頭が見え始めたかと思う間もなく、青い海原にみるみる白波が立ってまいります。はっと気づけば沖合はるか千万億万果てしもなく、重なり合った大波がダダダダダダブーン、ダダダダダブーン、しぶきを上げて小舟めがけて押し寄せる。やがて波は風を呼び、風がまたうねりを呼ぶ。こうなりますと、いかな手だれの漁師といえども打つ手がございません。船は逆巻くうねりの真っただ中で木の葉のように翻弄されるばかり。ご案内のように羽田の沖はと申しますと、西は三浦の岬、東は房総を望んではおりますが、風を防ぐには遠すぎます。かけて加えてその海底は複雑回帰、少しでも西風が強まれば突如として四方八方から波が押し寄せぶつかり合うという難所中の難所。西風が吹けば外海同然。梅やーい、タロボやー、ちゃんは必ず帰るぞ。梅のてて親が必死で操る路界も虚しく、船は沖へ沖へと流されていきます。やがて風が収まって船は次々と帰ってきたけど、父ちゃんの船は帰ってこなかった。梅は浜に立って毎日毎日父ちゃんを待った。とある日、一艘の船が浜に打ち上げられた。あ、船だ、父ちゃん、父ちゃん。勢いよく走って駆けつけてみたが、父ちゃんの姿はなく、船の中には生きた鯛だけがピチピチ跳ねていた。年明けて春霞み立つ江戸の海、ひねもすのたりのたりかなと天明の頃には歌われたその海に、生きた鯛5000匹を積み込んだ200艘の船、めでたいなー、めでたいなー。江戸の海に羽田の漁師の船歌が響いた。父ちゃんに見せたかったね。母ちゃんは
涙を浮かべてそう言った。梅は、とっちゃん、きっとどっかで見てるよ。そうだよ、とっちゃん見てるよ。弟もそう言った。梅は、そのうち父ちゃんが、今消えたぞ、大量だ大量だってひげ面をほころばせて、きっと消えてくる、そう信じてたんだ。とっちゃん、そうつぶやいて、梅は弟と母ちゃんの手をぎゅっと握りしめた。その日の江戸の海は霞の中で一層穏やかで美しかった。